あの核兵器っていうのはね、あの実験しないとできないんですよ。水素爆弾とか原子爆弾というのはですね、あのいきなりこう固めてポンと爆弾作ってできるわけじゃなくて、バーンと実験してみていろいろ勉強しながらじゃないとできないとされてるんですね。ですからもう実際上そんなことがあったら世界中の黒叩きになりますから、日本が核兵器を持つことなんか不可能なんですけど、でもそういう夢を捨ててない人がいる。でそういう夢で始めて、でその時はですね、その日本が原子力発電を始めた時はですね、まだプレートテクトニクスっていうのがよく分かってなかったんですよ。地震がなぜ起きるかってよく分かってなかった。で、あのプレートテクトニクスっていう、要するに、地球のですね、あのプレートがですね、その地球にはプレートっていうのがあって、でそれが動いて、それがきしむことによってですね、きしみ合うことによって地震が発生するんだっていうのがプレートテクトニクスで、その結果日本では4つプレートがひしめき合ってるってことが分かったんですよね。それが分かったのが1960年代の最後から1970年代の初めなんです。その時にはもうすでに原発は国策であるということが決まって推進され始めてた。でそこでもう原子力村、それによって利益を受けるその巨大な利権構造、まあ、あの三分複合体ってよく言いますけど、それと似たような原子力、原産複合体って言ったんですが、そういう要するに複合体ができちゃった、ものすごい巨大経営ができちゃった。だからもうそういうことが分かってももう止まらない、国策って決めたし、もう儲かるし、それから永久エネルギーの夢はあるし、核兵器をいつか作るっていうその潜在力も養わなきゃいけないということで、もう地震がいっぱいあるんだっていう、さっき僕が言ったように日本は地震が多いから原発作っちゃダメなんだってことが分かってももう止まらないっていうところまで言ってたんですね。であとはもう反対する、やっぱひねり潰す、握り、もう叩き潰す、無視する、干す、冷や飯を食わす、でダーッと来たのが今日まで来たというのがですね、日本の原子力の発展の歴史の概観です。だから伊藤さんなんかがああいうところで反対してもですね、ひねり潰される、もう踏み潰され、無視され、排除される。で僕だって変な弁護士ってこう思われて、あの大企業はあの僕のところ頼みに来ない。で、まあそれでですね、で、そういうことで、そういう状況の中で、僕たちは、弁護士は、あの原発裁判、反対裁判をずっとやってきた。で、それは、あの、その間ですね、40数年にわたって、原子力村、いわゆるその巨大利権構造ですね、まあ、これの話すると長くなるんで、まあ、とにかくね、村なんて言うと素朴に聞こえるけど、これはもう巨大利権構造、日本の経済、政治の6割ぐらいを占める巨大利権構造で、それがですね、あらゆる機会を捉え、あらゆるお金を使ってですね、大きなお金を使って、原発はまず必要ですってやろう。日本は自然小国です。原発が必要です。石油ショックのたびにアラブのに足元を見られるなんていうことはもうこりごりでしょう。だから原発やりましょう、原発必要、まず言うわけ。資源小国、原発必要でしょと、大体インテリはですね、毎日、ああそうだな、日本は原発、あの資源小国だからな。でそれにかけてて、日本は高度の技術国で原発は安全とこうやる。だから安心してください。このキャンペーンが40数年にわたって行われた結果、日本の国民は 99% 日本原発は安全だと信じてた。で裁判官も市民の一部ですから信じている。だから僕らがいくら裁判を起こして、皆さんが原告になって裁判を起こして、原発は危ない、地震が来るかもしれない、さチェルノブイリみたいになるの大変だぞって言っても、なんちゃってです、なんちゃってです、はっきり言えばなんちゃって、あんた方は大げさだよ、ありもしないことを大げさに言い立てて、あんた方は狼少年なんだってつぶやいてたんですよ。だけどまあ裁判だから一応聞くふりする、でも聞くふりするけど、もう最後は御用学者と電力会社と、政府の言う、官庁の言う通りの、ね、ノリと挟んで、本、はい、あの具体的な危険はない、放射能を放出して、ね、その市民が傷つく具体的危険性はないと終わり。もう元々
もう僕らを任せることはもう決まってた。もう余談と偏見持ってるから、まあなんだかんだ言っても変わった人たちがわーわー言ってるだけ。だから僕らもう20連敗です。やってもやっても。でも3月11日以降は違う。原告が言ってたこと、原告代理人弁護士が言ってたことは本当になっちゃった。もうここで起きた、浜岡で起きた、静岡地裁で起きた有名な話、今から4年前、あの斑目委員長はですね言ったんですよ。この静岡の地で非常用ディーゼル発電機2台が同時に故障するなんてことは考えなくていいんだ。そんなことを考えていたらものづくりなんかできないんだ、これだから素人は嫌だよみたいな感じでですね言ったんですよ。どうぞそのことがちゃんと出てるんですよ。でもその4年後どうなりました。まさにディーゼル発電機が原子炉に1個に2個ついてる。これがやられたじゃないですか。だからあの裁判官、宮岡裁判官をはじめとする3人の裁判官は歴史に汚名を残して、判決っていうのはですね匿名じゃないんです、ちゃんと署名してるんです。彼らは歴史的にもう汚名を残して、でやっぱり裁判官も原告が言ってたこと本当になっちゃった、地震のすごいのが来た、そして津波が来た、そして電気が全部止まっちゃった、それで原子炉が、まあ、燃料が溶融してメルトダウンしちゃった、ひゃーって思ってるわけです。いやこれはいい加減なこと言ってまずかったなと、これからは本気でちょっとよく調べなきゃ、本気でちゃんと審理しなきゃダメだなって思い出す。でやっぱり彼らも市民で生活者ですから怖いなと思う。特に静岡の裁判官はもう思ってるに違いない。それならばもう一回やり直してもらおうっていうのが今度の青山先生たちが頑張ってる最初で、そのことはでも浜岡は日本世界で一番危ない原発です。日本でじゃなくて世界で一番危ない原発です。でも浜岡だけ止めたってダメなんですよ。というか浜岡ダメってことはないけど、それで完璧じゃないんです。日本中の54基全部止めなきゃ危ないです。特にね、僕東京住んでる僕にとって一番気になるのは東海第二、これも危ないです。あんまり大きくないけど 都心にすごい近いんですよね。それから福島第二もちょっとっていうかかなり嫌ですよね。でとにかく日本中の原発を止めようということでですね、私はその脱原発弁護団というのを作ったんです。で、今日はですね一つその、いや原発の被害はどんなもんなんだということを少しお話ししたいと思います。私は事故後2回に分けて福島に入りました。20キロ圏内、警察官の目をくぐって中に入りました。一っ子一人ないんです、本当に。であれを死の町だと言った経産大臣がクビになりましたけど、悪いのは死の町にしたやつであって、死の町を死の町だって言ったやつじゃないんです。でその辺をですねメディアは大いに間違えて、で僕が一番胸を痛めたのは飯舘村です。飯舘村はですね、福島原発がここにあると北北東30キロから40キロのところに、何にも原発の利益を得てないところ、ここにガスフットスポットになっていることは皆さんご存知ですよね。爆発の時に風がこう流れて、ここに雲があって、その雲が放射能をキャッチして落としたからホットスポットになる。で僕が行きました。すごく広い細長い村なんですね。車で行っても誰にも人がいとはない、人全部逃げちゃってる。で田んぼはですねぼうぼうの草です。本来ならば水をたたえて美しい穂がね揺れているべき田んぼはですね、僕の背より高いような草ぼうぼうです。で僕は役場に行きました。そしたらですね入り口にお地蔵さんが立って、でそのお地蔵さんの頭を撫でてください、村民歌が流れますっていう歌がの書いてある。で僕はそれを触った。
そしたら村民化が流れていきました。その歌を私が今から歌います。その歌詞をよく聞いていてください。山麗しく水清らかな、その名も飯舘、我がふるさとよ。緑の林に小鳥は歌い、うらら春日にさわらび燃える。ああ我ら今こそ手を取り、固く結びて村を起こさん、村を起こさん、土よく越えて人情けある、その名も飯舘、我がふるさとよ。実りの稲田に日はせり生えて、続くあぶくは山幸歌う。ああ我ら夢をおらかに、共に励みて村を富まさん、村を富まさん。こういう歌ですよ。これはどういう歌かというと、非常に過疎なんですけど、6000人の村です。で、一生懸命村おこしをしてですね、ブランド牛を作って、そして稲も土地を、痩せてた土地をまさに土、よく肥える、よく肥える土地にして、そしておいしい米を作って売り、それから花を作って売る。トルコキキョウをですね、の名産地なんですね。トルコキキョウをいっぱい作って、で、小さいながらもみんな、しかも土よく肥えて人情けあると言ってですね、本当にみんなが仲良く、年寄りも若い人も女性も男性も仲良く暮らして村おこしに成功してたところなんですよ。まさにね、なんていうんですかね、けなげな村です。それがですね、3月11日と一瞬にしてお盆をひっくり返すようにボーンとですね、もう全部アウトです。そしてじゃあ最大の被害者6000人が団結して戦ってるかっていうとですね、分裂してるんです。なぜ分裂してる？今までの村おこしに成功したその菅野さんという村長はですね、もちろん成功体験を追っかける行政のものとして、そして絶対に除染をさせて2年で戻るっていう強い方針を出してる。で、政府に除染早くしろって言ってるわけ。でも若い人はどうしてるか。そんなこと言ったって除染して本当に住めるようになるの、俺の子供はそこに置きたくないよ。そんな何百億円もかかる除染本気でやらせるのか、それなら別のところに村作った方がいいんじゃないか、意見が真っ二つです。で、僕は今から一月前にマゲネドイイダテっていう集会に行ってきたんです。福島市で。マゲネドっていうのは負けねえぞっていう意味ですよね、東北でね。マゲネドイイダテ、そこでいわば若い人たちの、それに村長に批判的な人たちの集まっちゃったんですね。で、そこでいろいろ討議しているときに、役場の職員が、まあ、やる気のある職員だと思うんですが、皆さんそう言うけど私たちの村としてはこう考えてるんだって言い出したことなんですね。バカ野郎、てめえなんかが来るとこじゃねえ、帰れってこう怒鳴り合いするんですよ、村民同士が。僕はそれを見て非常に悲しくなりました。そして集会の中でですね、皆さんのような反原発運動やに押し関心がある人は手を挙げました。皆さんの苦しみはよく分かった。でもその苦しみを与えてる一番悪いのは東京電力でしょう、そして原発でしょう。もうあなた方の苦しみ分かった、だからその
苦しみの根源である原発反対運動を一緒にやりましょうよ。